はいどうもおはようございます。2019年3月の15日11時43分です。映画作ることにしました。以上です。よろしく。おっさんはどつ？やっぱり作ることにした。よろしく。ああ疲れた。やっぱり作ることにしたわ。寝たか。ポンさん映画作ろう。マイペースでいいからね。うん、そうだね。作ろうね。さん別に2020年じゃなきゃダメってことないし。うん、そうだね。
筋肉痛やべえ。なんで俺の枠って花火上がんねえんだろう。なんでなのかな。こんにちは。リスさん何やめたの？映画作ることにした。映画作るのをやめたのをやめた。脚本がある？ないかってこと？お前には関係ねえ。ブロックだバカ野郎。
コーラ飲みてえな。あー、タバコ吸いたい。タバコ吸いてえ。俺は一体何と戦ってんだよ。何が脚本あんのだよ、ふざけんなよ。脚本あるかないかなんかてめえに何の関係があんだよ。何の関係があんだよ、バカ野郎。答えろよ、ゴミが。深見さんワド監督出発してるじゃん。そうだよ、映画撮ることにしたから。フォローしてないからブロックね。ヒロさんバイバイ、お疲れ。
あれ、女の子からバックレられちゃったよ。ユシさん、カジンコを3個プレゼントしました。いらねえって、無課金。ヤシさん、いらない。有料アイテムちょうだいよ。金ないの？有料ちょうだい、有料。ポンさん、さっきの女の子？さっきの子、連絡つかなくなってた。なんなんだよ。猫の目さん、お疲れ様の。お疲れ。お、ハートありがとう。さん、ハートを3個プレゼントしました。もう、ジュンヤさん、ありがとう。制作復帰したを、ジュンヤさん、バーガーを3個プレゼントしました。うん、ありがとうね、ジュンヤさん、ありがとう。ジュンヤさん、ありがとうね。サンキュー。じゃんじゃん投げて。ニンニさん、ただいま美容院から帰ってきたの。おー、帰り。マリルブーンさん、バーガーを10個プレゼントしました。じゃんじゃん投げて。あと、映画のやつ欲しいな。あの、映画のやつ、イベント中はこの監督ってやつ欲しい。監督ってやつみんな投げて。監督ってやつ、有料の。もしお金余裕ある人いたら監督投げて。監督、ポンさん、お帰りなさい。うん、期間中飛散風船を10個プレゼントしました。はい、ありがとう、リカちゃん、ありがとう。みんな監督投げて。監督、猫の目さん、うん、そうなんやから、よかったな。監督アイテム投げて。飛散バーガーをプレゼントしました。はい、ありがとう。ワド監督さん、監督アイテムくれ。監督くれ、監督。金あるやつね。ないやつはもう黙って見てて、イライラするから。金あるやつは監督アイテム投げて。ないやつは黙って見てて。もう絡まないで俺に。イライラすっから。行こう。悲惨映画監督がキャスティングしました。おい、ナイス。リコちゃん、ありがとう。ナイス、ナイス。カズさん、アザス。ニンニさん、やりたいことは自分の意思でやるのが一番だよ。お前はいいよ。お前は投げなくていいよ。投げれないやつは投げなくていいけど、あの、金がねえやつから引っ張るつもりはねえから。ただ、ロムルっていうことは死活するっていうことだから、よく覚えとけよ。
囲うんならしっかり囲えや。アッキさんどうしてやめたんですか。うるせえよバーカ、死ね。ブロックだてめえよ。何の関係があんだよお前に。いやし、さん映画監督がおい、ありがとう、いやしさんありがとう、サンキュー、ナイス。12位今、あとあれだな、10位以内入りたいな。カズさん了解す、音符同じ同じ、以降悲惨系 P を20本プレゼントしました。映画これ10位に入んないといけないんだっけ。橋本に負けてんの悔しいな。でもそんなに差ないからいけるぞこれ。映画監督がキャスティングしました。はい、ありがとう。映画監督バンバン投げて、みんな狂ったように投げて。三映画監督がキャスティングしました。はい、ありがとう。イエスさんありがとう。まだ上がんねえか。まだ12位か。10位までだっけ？オーディション。予選通過が3日間17日までで、いけるな。うん、よし、このままいいペースでいこう。っていうかショックなんだけど、写真撮りに行こうと思って、女の子。いやし、三映画監督。わあ、ナイス、どこナイス、いやしさんナイス、いいね、いやしさん、じゃんじゃんちょうだい、じゃんじゃんちょうだい、じゃんじゃん、いいね。なんだよ、囲いだと思ったら全然バックレじゃん。寝ちゃったのかな。なんだよ、ジェ。風呂2時間とか入らないよね、さすがにね。和道さん好き好きだと思ったら全然好き好きじゃねえじゃねえかよな。どうなっとんじゃ、ジェ。メンヘラか？メンヘラか、また。どうなっとんじゃ、うちのリスナーは、ほんとに。約束したのよ。ワドさん会いたい、ワドさん会いたい系じゃないのかよ。あ、俺気づいた。多分ね、これハゲじゃない。俺風呂入って鏡見たの。これハゲだと思った。ハゲだと思うじゃん、これ。違う。あのね、金髪だったわ。要は、ほら。あのね、ハゲだと思ったの。でもこれ根元がね染まらないのよ。こっちはハゲてんだけど、
ようやく意味わかった。こうやってオールバックで染めたから、ここの部分だけ金髪になってんだよ。俺なんでこんなハゲたんだろうと思って、これハゲすぎじゃん、いくらなんでも。で、超へこんでたん、ここ2、3日。意味がわかった。ここだけ金髪が染まってないだけだわ。だから余計ハゲて見えんの、カッパみたいに。わかる？言ってる意味。ここさ、つむじだから根元じゃん。クソ笑ったんだけど、こんなハゲてねえよなと思ったけど、これ金髪だわ。陽平さん映画やめたの？うるせえよバーガー。マリルボーンさん気づいてよかったわら。もいいもいいさんよりで頼む。やるか。しょうがねえな。寄るの？寄るの？寄るか。ちょっと待ってね。金髪でしょ？もいいもいいさんわら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 。ほら、絶対これ金髪が原因なんだって。もいいもいいさんいやハゲ。白猫さんハゲてんじゃねえか。ひまさんハゲやな。行こう。ひさんわら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 。ひまさん早めの治療をおすすめします。ブロックだよ。もいいもいいさんそれ金髪じゃなくて地肌。ボンさん映画わーいナイス。癒しありがとう。癒し3映画さんありがとう。ボンありがとう。キングしました。以降悲惨ハゲてないよ。白猫さんへって顔してもダメです。それはハゲです。ブロックだ。とりあえずあのうぜいやつ全員ブロックだから。タクポンさんカチンコを3個プレゼントしました。カチンコとかいらない。カメさんはどつ。無課金禁止だからうち。ブロックされたいみたいだね。ブロックだわ。まあフォローしてるからセーフだな。はいわどつ。とりあえず映画監督みんな力貸して。映画好きさんカチンコをいらないカチンコしました。匿名ただのカチンコいらないブロックするよお前。プレゼントしました。お前ブロックね。匿名ただの映画好きさんカチンコをプレゼントしました。無課金いらねえからよく読めよ。以降悲惨 KP を20個プレゼントしました。アイナジエンドさん、はい、アイテム共用通報。共用なんかしてねえよ。タクポンさん今来たからカチンコ投げたらいけないって知らなかった、うん、M ピリオド M すみません。いいよいいよタクポン。お願いしてるだけだから監督アイテムよろしくって。無課金のやついらないって言ってるだけだもんね。あ、でも根元ブルーに染めたいな、ちゃんと。自分で見えないかんな。一回見ていいか。マジで。もいいもいいさん、何で染めたんだって。ほら、やっぱりそうだよ。あの、なんだろう。ライトの加減と、その金髪が残ってるからよ、ほら、金髪だよ。その、ちょっと引きで見るとわかるぞ。根元が金だから、この辺がうまく染まってないから余計ハゲに見えるんだよ。なんかおかしいと思ったんだよ。ちょっと引きで見るとわかるぞ。誰か染めてくんねえかな。なんかね、ハゲすぎてると思ってる、ね、そう。だからハゲに見えたの。そう、こんなにハゲてねえわと思って。ニンに3ワード監督が落ち込むとニンにも落ち込むから元気なワード監督が一番だよ、うん、大丈夫。お金を与えとけば元気だから。うん、お金与えて。金与えとけば俺元気だから。
金与えときは元気だから。あとクソうぜえリスナー全員ブロックな、本当にフォローしてないのと無課金は本当容赦なくブロックするから、今後もうつるまねくだらねえから。あと配信者ももう100人ぐらいブロックした、花火師取られるから。もう黙ってたけど、もうガッチガチに内輪の配信にするから今後は。2に3だから少しでも支援応援します。ショー、はいよ。アイテム投げないやつはいらないよもう。おお、11位になった、11位になったよ、いいね。いいね。差をつけよう、もう過疎に負けたくないんだけど。さすがに映画の企画は俺出てえわ。ゴミ拾いさん、私もブロックですか？フォローしてない？あー、フォローしてないんだったらブロックだね。申し訳ないけど、うん、ごめんね。ゴミ拾いさんブロックだわ。フォローしてない人ごめんね。今までありがとうね。ブロックでーす。ブロックだ。さん、なぜコメントしてコメント読んでもらえてるのにフォローしないだろう。なんだろうね。ていうかフォローしない枠になんでこんなに人が集まるのかがよくわかんない。俺からすると好きじゃないなら見に来んなよって、フォローもできないんだったら見に来んなよって感じだよね。そう思わない？毎日毎日もうほんと30人ぐらいで全然いいもん。応援する気はねえならされよっていう。なんだよ、せっかく女の子取れると思ったのにな。残念だな。さん、ブルームテックの先に何かつけてるの？これマウスピース、マウスピース。これがつけるとすげえ強くなるの、アタックが吸ってる感じになるの。つけないの全然軽い、絶対つけた方がいい、強くなる。
いや、細くなるからグーって吸い込んでアタックが強くなるんだよね。ちょっと高いんだよ。2個で800円だったね、マウスピース。まあ長く使うもんだからいいやと思って。匿名ただの映画好きさん、カチンコを3個プレゼントしました。タクポンさん知らなかった。バイオ、マウスピースね。マウスピース。中田氏さん、禁煙してどのくらい？2日目。昨日やめた。昨日あのペコポコランド。うわー、ペコポコランド、ありがとう。サンキュー。いやー、いいね、嬉しいね。1位目指そうねって。ありがとうね、ペコポコランド。ありがとう。たくさんありがとう。嬉しいね。1位目指そうねって。ありがとうね。サンキュー。サンキュー、サンキュー。禁煙っていうか、なんか肺活量を戻したくて、戻したいっつうか、走れないんだよね。体は言うこと聞いてるのに、肺と心臓、特に息が吸っても吸っても戻らないんだよね。だからもう捨て頃まではこれにしようと思って。これだったら肺にダメージないから。言われてみればカズーンさんもこれ吸ってたもんな。映画好きさん、捨て頃応援してます。応援しなくて結構です。余計なこと言うなよ。あ、これお前ブロックな。ピースさん、おはようございます。おはよう。こいつブロックするから。もいいさん、今朝クビになりました。今朝仕事クビになったの？マジで？マジで？ショックだな。なんで連絡つかなくなったんだろう。なんかめっちゃショックだな。すげえ楽しみなのに。
寝ちゃったのかな。ボンさん、お方だ。はい、誰は。DRM 参加人口3個プレゼントしました。お疲れっす。お疲れっす。で、 M さん今度歌舞伎町に何しに行くんの？仕事？ていうか写真すごい良かったんだけど、あれプロ？そうだ、聞きたかったんだ。なんかすげえ写真撮ってなかった？ M さん撮られたんかな、モデルの方かな、あれ何者、あれすごくない？あーヌードっぽいやつ。ヒトグラファーって人か、あれすごいよね。あれどうやっとった？フォトショップかこれ。フォトショップか。ペコポコランドさん、昨日投げ損なったから、うん、ありがとう。1日遅くなってごめんね。うん、マカロンありがとう。ペコポコランドいつもありがとうね。あれ芸術的だよな。スモーク焚いたわけじゃないもんな。加工技術かな。おいおい、三会社の不満言ったらクビにされたよ。そりゃそうだよ、かっこいいじゃん、ダメ人間。会社サラリーマンが、サラリーマンが、おいおい、三行きづらい、サラリーマンはダメだよ、言っちゃダメに決まってんじゃん。金くれてるやつに文句言ったらダメだよ。配信者と同じノリで考えたらダメだよ。花火師に文句言ってもダメ、ダメなのと一緒だよ。そういう時は名もなき歌を聴こうよ。名もなき歌を。なんかサラリーマンが立てついてる映像じゃなかったっけ？名もなき歌の PV って。なんか叩き、なんか辞表を叩きつける映像だったような記憶があるんだよね。バカだね。あれでも転職考えてるとか言ってたっけ？マウイワウイ若いんじゃなかったっけ？いくつだっけ？二十何とかじゃなかったっけ？モイモイさん、そうそう。だよね、若いんだよね。うわお、キャント書いてもありがとう。キャスティングしました。もいいもいいさんだからよかったんだけど、正社員だったの。まあなあ、もいい
の E3 層。電車員か。ボンさん映画監督がキャスティングしました。キャスティングありがとう。ゆりさんお疲れ様です。はい、お疲れ。あゆりさんごめんね、ブロックです。もいいもいいサンド、この会社もこんなもんなのかな。三輪明宏の言葉、給料は我慢料。名言でしょ。もうそれが嫌だったら才能を磨くしかないな。もういいもういいさん我慢して行きたくないよ。だったら才能を磨けよ。自分にしかできなくて、人から金もらってでも自分にしかできないことを作るしかない。人が金くれる技術を作るしかない。どっちか。俺は20代の頃我慢しながら、おいおいさん確かに20代の頃ぶったたかれながらやったよ。ガを通すしかないよ。でも若いんだからいけるっしょ。ペコポコランドさん、知識は財産です。いやから違う、もぐもぐ違う、知識は財産じゃない。多くの人は知識を得て実用化しない。知識を使って初めて財産の。本を読むだけで何もしないやついっぱいいるから。違う、ペコポコランド、知識は財産ではない、断言できる。頭でっかちになるだけの。知識を実用化できて、実用化できる知識を得て初めて財産なの。要はね、知り合いが多いのに人脈が多いっていうビジネスマンと一緒なの。知り合いが多いのは人脈ではない。脈ってつくのは金になって脈だから。金脈とか鉱脈とか全部金になるものを脈っていうの。知り合いでマネタイズできない、お金に換えられない人は脈じゃない。知り合いが多いだけなの。それと一緒。知識いくら詰め込んでも意味がない。知識と行動ね。ただ知識は多い方が有利だよ。我慢したくないんだったらもうとことん磨くしかないんじゃないの。まあでも自分探してる余裕ないと思うよ。20代中盤だったらもう腹くくんなよ。もいいもいいさん、家賃どしよ。一人暮らしだもん。もいいもいいさん、そうだよ。家賃ない中でよく喧嘩売ったな。アコム、プロミス、レイクも無理か。まあ日雇いじゃないの。こんなところにいる場合じゃねえぞ。もいいもいいさん、実家戻ろうかな。それもありだな。まあターニングポイントだな。ピンチはチャンス。あ、わかった。 M さん多分運転中だ。もいいもいいさん、ありがとう。いや、いやいや、ありがとうで終わらせたら腐るぞ。ピンチだからね。チャンスに変えないとありがとうじゃないかんね。肯定的に言ってないから。肯定的に言ってないよ、ピンチのチャンスって。乗り切って
もう今めちゃめちゃがむしゃらにやんないといけないか、意識改革しないとダメな時だと思うよ。全然肯定的に言ってないよ。ピンチのままそのまま人生終わるやつとか全然見てきたからね。クソみたいな生き方してるやつとか。やめた方がいいよ。全然ありがとうじゃないよ。逆に何がありがとうなんだって。やべえ、タバコ切れた。プルームテック全然早く終わっちゃうな。全然吸った気になんない。タバコ吸いたい。もいいもいいさん、クソみたいな生活でもいいかも。クソみたいな生活って30過ぎてドカタやってるやつのことだよ。機関工とかやってるやつのことだよ。いいの。俺は死んでも嫌だね。もいいもいいさん、それで幸せなら。幸せならいいんだろうね。向上心がないのなら。俺はダメだったね。俺は慣れなかったね。機関工には。時給1700円で無理だったからね。成田800円、750円が相場の成田で、倍の時給もらってて無理だったからね。1ヶ月で辞めたもん。俺給料明細見てビータを42万と思って19で42万っつって。で超楽な仕事だったの。光ファイバーってわかる？あの要は光回線あるじゃん。あれのシールドとシールドの先と先をゴム剥がしてカッターでヤスリで、でピカピカにアルコールで磨いて先と先をくっつけるっていう仕事。笑うだろ。ひたすらこうやってピッピッってアルコールで光ファイバー8本出して8本と8本つなげてカッターでピッて切るだけなの。その専用のガチャって。もいいもいいさん、気が遠くなりそうな仕事しょう。それでこれとこれをくっつけるだけ。その何も10時間やんの、夜中まで。10時間労働で残業代込みで42万だったね。で俺こんなことするために生まれてきたわけじゃないわっつって1ヶ月でやめた。無理っつって。ただ6年働いてる人いたけど、あの若い人でやめたくないっつったね。ここ超当たりだよっつって。まあ、地元じゃ42万バイト代くれるねところなんかないかんね。超大当たりのバイトだったけど、それでも無理だったからね。単純労働、このままここで満足したらこれで終わるなっていう予感がしたんだよね。あ、ここで終わりたくねえわ。これ自分の人生を切り売りしてるんだっていう体感があったの。あ、もいいもいいさん、工場作業が苦じゃない人間に生まれたかった。いや苦じゃないっていうかね、悲しくなったんだよね。なんかこれ誰でもできるだろうっていう。でその10年やってる先輩みたいなのが、切り方が甘えんだよ、こうやってやんだよ、笑うだろ。ペコポコランドさん、今仕事楽しくない、現場に戻りたいよ。笑うだろ。おい、アルコールでこうやって拭くんだよ。何この世界と。だから俺ドカタ嫌いなの。ああ下手くそがよ、こうやってやんだよ、ピタッ。ネジとネジをこうやってやんだけどピタッてくっつくの。なんだこれ。こいつと、いいいいさん、プロだな M。 いやだからプロなんだろうね。10年間こうやって光ファイバーくっつけて、で新人にマウント取るんだよ。こうやってアルコールで拭くんだよ。なんだこいつとか思って。
バカバカしいよね。でそいつ俺より給料低いの。俺契約社員だから保証がないじゃん、正社員じゃないから。なんだこれと思って、バカみてえ。で風俗の話、パチンコの話、車の話ばっかり。休憩所こいつらと一緒になりたくないって心の底から思ったね。ここで絶対終わりたくないわ。こんなクソみてえな生き方するぐらいだったら死んだ方がマシだわと思ってやめた。そしたらホームレス1回目それがホームレス1回目だね。地獄に落ちた。バカみてえだよ本当に。もいいもいいさん、俺もホームレスになるのかな。一回なってみれば強くなるよ。俺も石野もやったからね俺も石野もやったからね。やってみればコンクリートで泣きなよ。おにぎりとか泥棒してくれば。炊き出し行ってみれば世界は変わるんじゃん。多分本気で働こうって思うか、そこで本気で働こうって思うか、どうなるのかじゃない。本気で働く、あ、働くって楽なんだっていうことに気づけるか、それとも自分の力でなんとか這い上がろうとするか、それは分かんないけど、マウイワフイの器量だから。でも働いた方がいいと思うよ、楽だもん。俺はできない。俺は努力したけど無理だった働いた方が楽だと思うよ正直。全然楽だと思うよ。もいいもいいさんありがとう。うん。でもホームレスやったら分かるけど、サバイバルだからね。こうやって電気使えないからね。電気を探すんだよ。マクドナルドは、どこのマクドナルドは充電器ができて24時間空いてて、コンビニで充電させてくれるところ、本気でサバイバル始まるからね。水はどこにあって、トイレで、トイレと水がある公園が近くにあって、屋根雨風しのげて、段ボール引いても怒られなさそうだな、あそこに先輩いるな、あの人と仲良くならないとって。生き残りだよ本当に。ただ段ボール広げて寝てたら死ぬよ本当に。これホームレス1回目やった時200人女の子に声かけてたかんね。若かったから止めてって、六本木のね女の子に声かけて、朝方の止めてくれって、はぁ、あ、みたいな、ナンパみたいな、ナンパじゃないっつって、ホームレス止めてって、嘘でしょって、六本木だよここって、ホームレスなんかいないよっつって、いるの俺っつって、で200人声かけんの、一人いるの。ゆうさんごめんなさい、新玉下。いや寝ていいよ全然、なんで謝るの俺寝るななんて言ってないから。声かけるじゃん、200人声かけると面白いもんで、いいよっていう子いるの。止まんなよ、2、3日したら出てくるんでしょって、いいよって面白い。もいいもいいさん仕事探してくる。そうしな。もいいもいいさんありがとう。それが一番だ。
風呂入れなくて惨めで住民票なくてホームレスになってどうやって仕事探すんだよ。今間に合うよ。日雇いの登録行ってアルバイト何個か受けて考えな。後編で住所もなくてどうやって仕事探すんだよ。電波もない、電気もない、水道もない、ガスもない。今すぐ探しな。クビになった過去は変えらんないけど、今変えられるから。正解。ハロワ行け。タウンワークとハロワと、もう電話電話。こんなところで遊んでる場合じゃないよ。で、働きながら、それでも会社っていうものとかに馴染めなかったら、YouTube でもブログでも、何でもいいよ。食いぶち探しな。自分で力つけな。副業で。趣味に遊びに時間、こんな配信なんか見てないで。だらだら時間過ごさないで。30過ぎて生き残るスキルつけな。プログラム覚えるとか。何でもいいから。頭使って。それは俺は知らない。いや、君がどんな人なのか分かんないし、何に能力あんのか分かんないけど、自分で株なのか FX なのかパチンコなのか何でもいいよ。頭使いな。俺はプログラムとかが一番いいと思うけど。頑張れ。それがもう一個手段があるんだよな。和光さん初見です。プロフィールよく読んでください。和光さん、カチンコを3個プレゼントしました。はいはい。左下か、左下のボタンを押して、左下の人のマークを押して、よくプロフィール読んでおいて。で、自分に合わないなと思ったら、他行って。面白そうだなと思ったら、別にいてもいいけど、ルール守んなかったら即風呂だから。俺は言ったかんね。合ってるよね、左だよね。左下合ってる？左下だよね、スマホって。プロフィールってどうやって見んの？誰かスマホ勢いない？この中に。マリルボーンさん左下、ボーンさんスマホは左下。オッケー。ニンニいる？ニンニいる？今。行こう。飛散左下の人マーク。なんでいねえんだよ、重要な時に。定期係が。ポンコツだな、本当に。なんでこんなポンコツばっかりなんだよ。
なんでこういう時ニンニいねえんだよ。もういいや、俺が言うわ。ポンコツしかいねえかんな、ほんと。有料アイテム、監督アイテムちょうだいね、みんな。有料アイテム、監督アイテム欲しい。監督アイテムちょうだい、みんな。吸いたい、マジ。何と俺は戦ってるんだろう。深民さん、映画監督がご回転スキップしました。わー、ありがとう深民さん、ありがとう深民さん、サンキュー、ナイスー、ナイスー、ありがとう。ペコポコランドさんでは行ってきます。いってら。ニンニ、サンコンカードのお金振り込みしたから、振り込み確認次第もう一度、体重計いつ届くが、LINE します。はいはい。ありがとう。ニンニさ、定期の定型分ってさ、パソコン税だっけ、ニンニ、スマホ税だっけ。パソコンです。定期の分俺が決めたら送れる？それってコピペとかできるの？ニンニって。リコ、悲惨映画監督さん、リコさん、ありがとう、キャスティングしました。ありがとう、ありがとう、リコさん。俺が定型分決めたらニンニそれできる？コピペでパッて貼れんの？できなさそうだな。できねえのかよ。できない。なんでこんなレスポンスが遅いんだよ。もういいや、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 
ごめん、なんでもない、ニンニ。なんでもない。自由にやろ。ニンニ、さん先に作ってくれるのかな？それを毎回貼る感じですか？特定の人が来たら、ニンニがそれをやるって感じだけど、いい、もういい。大丈夫。大丈夫。いい。ニンニはニンニだから。いい。俺が悪かった。うん。いい。自由にやろ。ニンニさん、ラグがあるから送るのも遅く感じます。ごめんなさい。うん、ポンさん、いいねを10個プレゼントしました。ポンさんバーガーをプレゼントしました。ポンさんハートをプレゼントしました。ポンさん映画監督がキャスティングしました。はい、ボンありがとう。キャスティングありがとう。ボンありがとう。カレーオーアットジェンジョンのコウさん、定義、和道さんはモンブランが大好きです。その情報いる？まあ、好きだけど。ボンさんバーガーをプレゼントしました。え、なんで？ボンさんハートをプレゼントしました。ちょっとボン、送ってる。ボン、自分、1分前に送ってる、忘れてるでしょ。ボン。やばい、病気出てるよ。30分に1回でしょ？何やってんの？どうした？もう、ポンさんわらわらわら。いやいや、もう、ポンコツだな。自分で決めたんでしょ？ 30 分に1回やるって。なんで忘れちゃうの？薬飲めよ、本当に。お前ら。シュートさん、カチンコを3個プレゼントしました。びっくりするんだけど。やばいな、本当ポンコツ具合が。なんで忘れちゃったの今。全部今送ったじゃん、アイテム。自分のお気に入りの3つ4つで、カレオンさんが書いたら忘れちゃったの。足りないかなって思ったの、わらわら。いい、なんでもいい。もう OK、 もうわかんない。君たちの世界観わかんない。もう完全に聖者の更新だからね。完全にうちの枠聖者の更新でしょう。野島真嗣。大丈夫かよ、本当に。聖者の更新見たいな。石田一生だっけ、あれ。あ、小向井美奈子出てんの。え、聖者の更新、キャスティングどんな感じだったっけ。聖者の更新。ニンニ、サン、浜崎あゆみ出てなかった。え、あゆ出てたっけ。石田一生、酒井紀子、広末涼子、雛形あき子、いかりや長介。俺ね、見てないんだよね、聖者の更新。この後ぐらいから見始めたんだよね。俺、野島真嗣脚本すげえ好きなんだよね。わかる？野島真嗣脚本好き感。わかんねえよな。の、どうした、アペコ。何このおっぱい、おね、でかいお姉さん。すげえおっぱいしてんな。おっぱいでか。
瓶に3本はワド監督とのアイテム投げる約束あるんだね。知らなかった。いや、やめて、約束じゃないよ。じゃあ俺が言ったの、30分に1回アイテム投げねえやつはリスナーとしてクズだって言ってから、ボンがあ、そうなんだってなって、もう30分に1回アイテム投げろよって、延長台ぐらい投げろよゴミって言ったことがあんの。いや俺はそれ今でも思ってんだけど、50円も投げらん、全員でね投げたらって毎回言ってたのね。ふわっち1回50円延長かかるんだって。で、一人がバーガー投げたら、ね、一人が10円投げる、100円投げるだけで、俺全然月収100万とかになるんだよって怒ったことがあんの。そしたら、ボンだけがひたすらそっからずっと投げてんの。私は貧乏だけど、確かにそうだ、つって。延長代ぐらい私たちが払わないと、つって、ボンだけが淡々と毎回30分投げ続けてんの。約束じゃないんだ。ボンはだから、その、なんつうの、俺の言ったことを汲み取ってくれてんだよ。だってそう思わないに。そう。約束したわけじゃないよ。契約みたいな感じで言わないでよ。ボンに俺が、なんか、おい、毎回30分に1回バーガーと風船5個とハート1個と投げろよとか、そんなのやらないよ、俺、ボンに。そんなの、その、ニンニの言い方だと誤解招くでしょ、俺が配信外で。なんかね、ボンに、おいって、お前ふざけんなよ、みたいな。そんなんないよ。ボンが俺の言うことを汲み取ってくれてんの。ボンさんボンなりの考えでやってることなの。誰も投げないから。うん。なんかね、無課金のやつのなんかその正論みたいなのもね、聞き飽きたし、俺らが盛り上げてやってるんだ、盛り上がったら金持ちが投げるんだみたいな。ニンニさん失礼しました。まあ天岐阜でも大丈夫なので、どちらか送ったらいいと思います。ニンニハネショー。なんでお前が決めんだよ、もう腹立つな。匿名ただの映画好きさん、なんでお前が決めんだよ。しました。いいよ、俺が言うなら良くない。でもそれニンニ、ニンニが言うことだもん。俺が、いやニンニは天岐阜送ってくれてるから別にいいんだよっていうのは俺が言うことであって、なんかもやっとすんだよな、こういうの。なんか俺が言ってるみたいになってるし、大丈夫、まあいいや、めんどくせえもん。いや結局ね、投げるやつは投げねえし、投げねえやつは投げねえんだよ。だから投げないやつブロックすりゃいいんだよ。もうだから決めた、もう。匿名ただの映画好きさん、アイテム投げてあると投げやすいですよ、ボンさん。うん、アイテム投げてあると投げやすいですよ。アイテム投げてあると、ああそういうことね。いやだから、いやボン嬉しいよ。うん、いやだからもうね、あのもうやめた、リスナーと対話するのはもうやめた。あの言っても聞かないから、反論が来るだけだから、もうブロックしてく。で、言うこと聞くやつだけ残す。もうだから無課金とフォローしてないやつは論外、ブロック、即ブロ。もう今日だけで500人ブロックしたからね。で、面白いのが、面白いのが、もう500人パッパパッパフォローし、あの、ブロックしていくじゃん。フォロワー減ったの50人だけ。言ってる意味わかる？450人は結局何にもしないでポケーって見てるだけなの。そう。で、頑張ってください。フォローもしなくて、応援します。捨て頃がどうとか、映画がどうとか言って。全部ブロックしやった。450人。で、閲覧減ってないでしょ。500人ブロックしてんだよ、俺今日。500人ブロックして閲覧が増えてんだよ。意味がわかんねえだろ。30人にしてっつってんのに。うん。お前らコメント書けよ。ブロックしてやっから。無課金のも。いらねえから、お前ら。早くコメント書けよ。ブロックしてやるよ。
ゴミども。ニンニさん、いつもと同じ一段笑い、それもすごいね。いつもより多いよ、今日は。腹立つな。バンバンブロックしていってやるよ。もう。もういい。閲覧なんか30人ぐらいでいいもん、俺。全員がいい、気のいいやつだったら。全員が好きな人だったら全然それでいいもん。ポンさん、ワドさん、昨日間違えてマチルダさんブロックしてたよ。ん？見えてる？見えてる？いや、マチルダブロックしたよ。間違えてないよ。俺、わざとブロックしたんだよ。無課金アイテム投げるなって言ってるトークをしてる最中にマチルダがワド2って言って無課金アイテム投げたからブロックしたんだよ。LINE できたよ、ごめんなさいって。ポン酸素なんだ。うん。関係ねえよ。だってあれ、便所太郎のリスナーだろ？しゃあねえ、俺にアイテム投げてるわけじゃねえんだから。絡みあるよ、俺。便所さんの企画とかで何回も顔合わせてるけど。でも別にうちのリスナーじゃないもん。あれ、便所の囲いでしょ？顔合わせてるから何なんだよって話で。だってマチルダが花火上げてるところなんか見たことある？ないでしょ？だから俺は顔知ってるからっていうだけでよくしてやってんだから。ポンさん、いろんなとこで見かけるな。いろんなとこで見かけても、うちで花火投げてんのなんか見たことないだろ。有料アイテム投げてんの見たことある？でも別に嫌いじゃないよ、俺マチルダ、はっきり言って。なんか邪魔だよ。営業妨害だよ、はっきり言って。だろ？ポンさん、確かに。だろ？アイテム投げてる人からしたら、なんでこの人だけ特別扱いなのって話じゃん。投げてるとこ見たことないでしょ、マチルダが。だからそういうことでしょ。だから便所に投げてんだから、便所のところで遊べよって話だよ、俺からしたら。別にうちのリスナーだっていう感覚ないもん、俺。別に困んねえし、いてもいなくても。だってマチルダから応援されてますみたいな顔でしょ。マチルダから応援されてますみたいな顔されても困るもん。俺そんな認識ないもん。いや、ただ見してる泥棒だろっていう。でも別に嫌いじゃないよ、彼女のこと、本当に。だけど俺からするとこれ仕事でやってるわけだから、アイテム投げてんのは他行けよって話だから。なんかね、本当に俺閲覧欲しいと思われてんのかな。本当に閲覧なんてクソだと思ってるから俺。本当に別に無課金で見てくれる人がありがたいみたいな、そのネット特有の文化あるじゃん。俺ないから、ニコ生の頃から全くない、うん、ただのゴミ。ドコモ参加人口をプレゼントしました。おい、ブロックな。ドコモ参加人口をプレゼントしました。こういうやつのことだから。はい、ブロックです。この流れでこいつがなんで私ブロックしたんですか、ごめんなさいって言うと腹立つだろ。わかる？これをマチルダにされたんだよ、俺。これもブロックしてくださいっていう、煽ってるように捉えるだろう、
俺からすると。この話をして無課金で投げてくるバカがまだいるんだよ。それは俺からする、分かったでしょ、もう今の流れで。で、このドコモっていう人がなんか、ごめんなさい。はって感じでしょ。いや、だから5分ロムることもできねえんだよ、今のリスナーは。もう基本中の基本の5分ロムルもできないんだよ。意味が分かったでしょ。これ間違いじゃなくて、喧嘩売ってんだろってことだから、俺からすると。意味が分かんないよ、マジ。ふざけんなよマジで。ニンニさん、これニンニでもわかるよ。アイテム投げるシステム、コメントは空気読めてないけど、ショー。アイテム投げるシステムって何？何の話してんの？だこのタイミングで無課金アイテム投げるやつってどういう気持ちで投げてんのか意味が分かんないの。もう完全に俺からするとおちょくられてる感覚じゃん。この説明でこのくだりを話し終わった後に無課金投げるってブロックしてくださいっていう振りにしか見えないの俺は。でブロックしてやるわけじゃん。じゃあブロックしてあげるよって。そしたらごめんなさい、私なんかしましたかって LINE が来んの。なんで、何がみたいな。何言ってんのみたいな。とりあえず関わんなよ俺にっていうね。お前らが思ってるより気が短えかんなっていうね。お前らが思ってるよりも偏屈で気が短えから。お前らの理屈なんか知らねえよ。お前らの常識なんか知らねえよ。こっちは変人鬼人だからね。お前らのルールに合わせることなんか不可能だからって。こっちに付き合ってもらうわ、もう。いや、その意味がわからない。もうほんと俺アスペだからなのかわかんないけど、別にソラさんのこと悪く言うわけじゃないけど、 CG のプロの人いるんだけど、あの DM 送ってきてくれたのよ。映画でなんか CG のパート必要だったら力貸せよみたいなこと言ってくれて、で放送できたから、え、やってくださいよって言ったら、いや和道の脚本に CG 必要ないでしょって言われたので、俺ソラさんに脚本見せたこと一回もないし、で俺お願いされたから、あ、そうなんだ、ぜひぜひって言ってやってくださいよっつったら、いや俺ワド君の脚本必要ないと思うんだよねみたいに突っぱねられんの。向こうから力貸すよって言われて、で突っぱねられたから、あ、そうなんだと思って、いや力貸してほしかったですけどねっていうので、で昨日映画撮るのやめるわっていう枠でソラさんに言われたのが、ワド君、次の映画もし撮ることがあったら一緒にやろうなって言われたの。なんなんだよ。どうしたいんだよっていう。いや、いいんだけど、いいんだけど、メンヘラでしょもはや。
もうなんでそういうめんどくさい感じなのみたいな。やるならやるで、力貸すんなら貸せよ。貸さねえんなら貸さねえでされよっていう。いや、別にソラさん嫌いじゃないよ。だから、どういう心理状態で、そんなにやる、やらない、やる、やらないってなるの。貸してくれるって言うから力貸してくださいって言って、いや、いや、いらないと思う、みたいな。なんなの意味がわかんない。どういう心理なの自分の、さんやるとかやらないとか曖昧。わかんないけど。で、映画撮らないってこっちが言ったら、いや、次撮ることがあったら、ぜひ一緒にやろう、みたいに。どういうことどういうこと乙女笑うんだけど、本当に。なんか、少女漫画みたいだよね。2に3応援はしてるってことなのかな。それははっきり言うよ、俺にとっての応援は行動だから。はっきり言うけど、気持ち陰で応援してますっていう人と、気持ちは応援してますっていう人に次ぐ、そんなの応援じゃない。うん、はっきり、そこははっきりしよう。頑張れっていうことは応援じゃないから。うん、気持ちは応援してるんです。知らない、そんな無駄、邪魔お前らがさ、じゃあアルバイトかなんかで、レジ打ちかなんかでもいいや、棚卸しとかでもいいや、横で頑張れ頑張れで、え、何って言ったらさって隠れんの、そいつで作業始めるじゃん。そしたら棚卸し頑張れ頑張れ、棚卸し今、左上のところ、棚、そう、そこに補充、補充って言って、何すかって言うと、さって隠れんの。帰ってもらえます、もしくは力貸してもらえます、手伝ってもらえますかって言ったら、あ、ごめんなさい、気持ちだけなんです。私、陰で応援してる、頑張れって、ムカつくだろ！力貸すのか、邪魔だからどっか行けよっていう。で、もしくは金払えよ、客ならっていう。邪魔なんだよ、ただ。うざいだけなんだよ。で、気持ちで応援してるっていうやつは、され。金を払うか、どうするか決めろ。行こう。悲惨確かに。でしょ？俺されてんの、それだから。陰ながら応援してます。あ、そうなんだと思って、パッとフォロワー見たら、フォローしてないんだよ。は？は？で、ブロックするねって言ったら、ニコ生から見てたのに4年前から見てるのに、4年前から見てるのになんでフォローしてないのって。アイテム投げたことあんの。いや、ないです。花火投げる気今後ある。いや、ありません。じゃあブロックでしょって。俺からするとブロックでしょ。なんなのって。4年前から見てて、私こんなに応援してるのに、ひどい、そんな人だと思いませんでした。帰れ帰れ、いらねえわ、いらねえいらねえ、邪魔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 、帰れ帰れ、どっか行け。全然邪魔、アイテム投げないやついらない。超邪魔。
やろっかな、今日。うん。太ってて可愛い子って少ないけど、エルマールちゃんって太ってても可愛いよね、この子ね。珍しくない？エルマールちゃん。太ってないのかな、この子は。丸顔なだけなのかな。この子美形、美形通貨顔整ってるよね。パルの彼女。何しよう。あと明らかな捨てアカもブロックだかんな。お前ブロックだよ。フォローしてたらいいって問題じゃないからブロックです。フォローしたやつ今捨てアカもブロックだからバカだろ。見るなっつってんだよ。金払わねえやつはバカすぎるだろ。フォローしたらいいって問題じゃねえよ。お前、
お前らみたいな貧乏で金も払えねえようなみみっちいリスナーいらねえっつってんの。貧乏くせえから他行けよ。俺に投げねえんだったらおめえの収入とかおめえらの収入なんか関係ねえから他行けっつってんだよバカが。わかんねえな、わかんねえんだろうな。バカだね本当に。匿名ただの映画好きさんカチンコを3個プレゼントしました。前ブロックね。あ、今できねえか。松ぽっくるさんカチンコをプレゼントしました。ブロックです。
代用できるか。ズンコさんカチンコをプレゼントしました。
腹減ったな。飯食いに行ってくるわ。